小笠原長房は戦国時代末期から江戸時代前期にかけての武将。北条氏に仕えた後に徳川氏に仕えて江戸幕府旗元となった。小笠原康弘の子。母は北条氏康の娘。天正2年2月19日付の北条、氏政判没によって小笠原氏の家督が孫像に譲られたことが知られる。関西重修書家父は これを、小笠原元次から着難、康博への家督継承として、孫像イコール、康博とするが、すでに壮年で宇治安の一時を得ている康博が、この名乗りをしたとは考えにくく、近年の研究者はこれを康博から長房への家督継承としている。小田原征伐の際には、小田原城に牢城して、宇治直近治を率いて奮戦し、落城後は宇治直に従って、父と共に、 高野山に入った。宇治直の死後、文禄元年に京において、徳川家康に仕え、慶長元年に、多摩郡三田里に350国を与えられ、関ヶ原の戦いの際には、徳川秀忠の帰還で、真田正幸の上田城を攻撃した。後に、大阪の陣に参戦し、元和九年に、大番組頭となる。後に、下宇佐国か取軍郡に200国の数を受けた。 官営20年12月7日に致死して家徳、家督を、嫡男、超魔に譲った。ありがとうございます。